キビツマルは日本陸軍が日本優先の名義で1943年末に竣工させた揚陸艦。上陸用集艇の母艦機能を有し陸軍特殊船と呼ばれた。太平洋戦争ではフィリピンなどへの部隊輸送に使用された。終戦の日直前の1945年8月7日に瀬戸内海で嫌いに接触して復旧不能となり、 放棄された日本陸軍は1934年に建造した新州丸の成功を踏まえ、同種の陸軍特殊船の量産を計画した。しかし、平時から大型船多数を維持することは予算的に困難であった。そこで民間海運会社に補助金を交付して民間船扱いで建造させ、有事にのみ徴用する形式が取られることになった。 民間船といっても、名目的で、設計はすべて陸軍側で手配され、選手側には巡航まで性能すら明かされていなかった。選手従業員の立ち入りも規制され、実際に商船として運航する意図があったかは、疑問視される。その一石として、日本郵船が選手となって発注されたのが、元船である。日立造船員の島造船所で建造され、 1943年12月29日に、春行した。船名は、日本優先側では、敵前上陸にちなんで、陸前丸を予定したが、東条秀樹首相権陸将により、キビツマと命名された。キビツマの名は、神武統制の際の揚陸地点とされる、キビツ神社にちなんむ。なお、陸軍特殊船には、上陸船という用途にちなんで港を意味する。 つがついた名前が多い。キビツマルは陸軍特殊船のうち基本系の高型に属する。外形は新州マルが軍艦に近い得意な姿だったのに対し、正体を秘匿するため通常の可客船などに似せた姿となっている。しかし、船体内は上陸用集艇を収容する全通艦パン式の格納庫になっており、 船尾に急速発進用の大型ハッチを備えるなど、商船とは全く異なった構造である。兵員居住区画としての使用を想定したためか、幻想が多く設けられている。上甲板には4箇所に船倉口が設けられ、日本優先戦時戦士によれば、マッカンキング式の横にスライドする蓋で覆われていた。二役設備として、前後の甲板中央付近に、 三足型のデリックポスト各一基、中央構造物の前後に、門型のデリックポスト各一組を有する。機関は、蒸気タービン機関を採用し、試運転では23ノットの高速を記録した。ただし、燃料の重油消費量が、極めて多かった。また、航行中にローリングが激しく、天打の際には、船体が大きく傾くなど安定性は不良であった。 武装は、高射砲4から8門などを装備した、船舶砲兵2個中隊程度を適宜搭載する。1944年末の武装例では、船首と船尾の砲座に、高射砲4門ずつを布陣させたほか、海軍から提供の96式2 5ト、mm、ル広角機銃12門、打ち上げ等10機などの対空兵装を備えていた。潜水艦対策用には、 爆雷安ス探知機と呼ばれたソナーも積んでいる。完全な時計線は存在しない。同じ高型に属する陸軍特殊船としては、三井造船玉の工場で、マヤヤママル、玉津丸が建造されているものの、ディーゼルエンジンを主機とし、デリックポストがすべて門型であるなど設計が異なる。船体の基本設計は兵型の秋津丸を基礎にしたと推定される。 本船と同じ日立造船院の島造船所では、戦時標準船に準じた、戦時急造仕様の M 公型、日向丸、摂津丸が後に建造されており、これらは本船を一部簡易化した設計である。太平洋戦争中の巡航となった元船は、直ちに陸軍によって徴用された。1945年2月までに、宇名、マニラ間を参航海、宇名。 釜山交換を5公開、文字、高尾交、サンフェルナンド艦を2公開と多数の輸送任務をこなしている。日本の海上交通はアメリカ海軍潜水艦などによる激しい攻撃にさらされており、キビツマルもしばしば危険な状況に陥ったが大きな損害は受けなかった。例えば1944年5月13日には、 部隊輸送のため非戦団の被63戦団に加入して、文字発、同月18日にマニラへ到着。同年8月10日には再び、マニラまでの輸送任務で被71戦団に加入したが、機関故障のため戦団から除外された。その後、被71戦団は、ルソン島北方で、陸軍特殊船、玉津丸撃沈を含む甚大な損害を被っており、 本船は故障によって難を逃れたことになる。1944年8月25日には、非73船団に加入して、文字を出港、9月2日にマニラへ到着した。マニラから文字への帰路で加入した、非72船団は、潜水艦と航空機による攻撃を受け続けて、壊滅したが、キビツマルは、輸送船の中で唯一無傷で生還した。 1944年11月に、マニラへの第23師団輸送で加入した日81、戦団がも激しい攻撃を受け、陸軍特殊戦の、秋津丸、真矢山丸も撃沈されたが、本戦は、無事に経由地の高尾まで到着。新州丸と共に、玉33戦団として12月2日に、サンフェルナンドへ部隊を送り届けた。アメリカ空母、 ホーネットの搭載機が撮影した、また四十戦団の陸軍特殊戦、キビツマル、または、ひなた丸。いよいよ、ルソン島の戦いが差し迫った1944年12月19日にも、第十九師団の輸送のため八十五戦団へ、加入し、文字を出航した。キビツマルは、高尾で八十五戦団と分かれ、陸軍特殊戦、新州丸。 日向丸及び貨物船、青葉山丸と共に12月26日にサンフェルナンドへの揚陸を強行した。船団はアメリカ陸軍航空軍から猛烈な空襲を受け、揚陸中に青葉山丸が沈没したが、本船は無事に揚陸を完了した。本船は負傷兵など便乗者500から550人を収容している。 残存船団3隻はまた40船団と解消して、高尾へ帰ろうとしたが、1945年1月3日に、第38任務部隊の艦上機により捕捉された。これまで無傷の、キビツマルも、ついに爆弾2発が選手を直撃し、資金弾10発も受けたが、沈没は免れた。応戦していた船包帯69人、便乗者2人、 または75人が戦死し、徴用船員に被害はなかった。この戦闘で両船のうち、新州丸は撃沈され、日向丸も損傷している。高尾での応急修理後、キールン港及び賃貸を経て2月に日本へ帰還した。日本への帰還後は、三菱造船神戸造船所で修理工事に入った。 1945年4月、神戸造船所の和田三橋に繋がれて工事中だった、木びつ丸は、原因不明の事故で浸水を起こし、格座してしまった。海洋サルベージを受けて扶養されたが、修理に3ヶ月間を要した。1945年8月、神戸造船所を出た、木びつ丸は、横浜港へ開港されることになった。しかし、8月7日、 スマウキ北緯34度37分統計135度04分、北緯34.617度統計135.067度、34.617135.067付近の瀬戸内海を航行中に、気が作戦で、アメリカ軍が投下した嫌いと、接触、2番戦争の船底に、大穴が開いた。船長は、 完全沈没を避けるために、浅瀬船体を格座させた。船体が一時的に安定したため備品や食料が陸揚げでき、保安要員を残して船員も退去した。その後、浅瀬が崩れて、船体の沈下が止まらなくなり、復旧の見込みなしとして、総員退去となった。ここでも人的損害は負傷者若干にどまり、最後まで船員の死者は生じなかった。 終戦後の9月5日に完全に沈没し、陸軍から徴用解除された。戦隊は1947年に北川産業により海洋サルベージュの上解体された。ありがとうございます。